出るからな。うん、ちょっとやりそう、やりそうじゃん。さすがこあのランキング1位。何のランキング？高校連のね。高校連の、まあ高野連みたいな、野球でいうあの高校ゴルフ連盟。この間だから富士の試合で優勝2位で、夏の3位だったんで。2位って何本でもあった？3日間で69と70と73で、後半が後半だった。あんな優しいめっちゃ感じる。いきなりトリプルボギースタート。どこね、途中ね。一番ホールです。右曜日です。右の5秒あるか、お前。どこなんだよ。駐車場ってこと？そうさ、駐車場まで行っちゃいました。風に乗ってめっちゃ。そっからバーディーバーディー。ラウンド多いから、そこらすんで。でもこいつ基本練習好き嫌いだから。ここでしたいんだよな。普段もこんなカゴス打ってる？いや打たないよね、はい、いやでもこれだけ打ってもケロッとした顔してんじゃん。疲れてない？いや奥さん女子プロ3人衆みたいだよ。いやいや、今撮り始めた。全然大丈夫。いや、全然練習して。一体今井さんの奥さん逃げちゃったからやめとこう。マレットマレットにしたり、あのピンタイプリアン、あ、はいはい、あれどうしてあれ変えるんだろう。パタコ、うん、どうして。いや、イメージじゃないの。どうしてお茶になると長尺使うんだろう。手動かない感じだ。シニアなんか見てるとさ、長尺がすっげー多いよな。あと腰にいるし、え、かがまないから腰に、そうなるの。背代わりじゃない。いや、こうならない。腰にパターの練習でずっとこうやってやって何百球も打つってすごい腰にくるんですよ。神経系統ってのは指先が一番敏感なの。だからこれが支障が起きてくるとやっぱり手がスムーズに動かないから、みんなこれ、うん、神経、うん、神経。だから、あ、じゃあ何、アプローチだとか、アプローチでも手袋抜くやつもいるよね。そう、それもフィーリングだよね。柔らかいフィーリングを出そうとして。へえ、うん。だからインターロックで打つ人間はアプローチだから絶対手袋抜くよな。ああ、そういうこと。そうじゃないと、はい、ガチッと固まりすぎて柔らかが出ないから。あれ脱ぐとちょっと柔らかさが出る。で、俺インターロックのアプローチってのはもうちょっと信用できないけどね、あんまり。でも
要するに神経系統。神経系統。うん、神経系統がもう麻痺してくるな。だからそれはもう、それはもう完全に老化現象。だから昔から、昔からね、字をずっと書く人とか、手先で仕事する人、これはボケない。ボケない。うん、これはやっぱり神経がちゃんとつながっていってるから。脳の指令とそが来て、サッチョのこの神経っていうのはこうやって動くわけ。これはここから来たとどっかでこう切れてって動くわけ。だからそれを毎日こう書いてたり、絵描いてたり、字書いてたり、細かい、だから大工さんとかいうの仕事なんか、もう絶対にもうボケたらできないんです。うん、宮大工のおっちゃんなんか、うん、もう全然もうじいさんでもさ、うん、飲みだとかこう、カンナの世界でさ、うん、あ、そういえば70、80のやつって、まあ、現役でやってるよな、うん、やってるよ。あれは指先の神経がまともなんだ。いや、プロゴルファーみたいにもう適当にこうショットしてあれ、全然だここの仕事してない。もうボール開いて。はい。